はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。すごい雪降りましたね。はい、寒い。寒い。今日はでもワンピなんですね。冬服なくて。あ、本当ですか。なんか服に興味なさすぎて。だいぶ空いてますけどね。はい、あんま寒くないですね。寒くなかったですか。はい、すごいですね。今どうですか、具合は。やっぱ腰とか痛いです、はい、腰痛いですか、うん、なんかその特に反るとかかがむとかっていう、うん、ひねるとか、うん、なんかこれが、まあ、例えばそうした方がちょっと辛いかなとかそういうのもないですかね。ないですね。ずっと同じような感じでこうなんか重たいとか、ね、寝てる時痛みを感じます、うんうん、あ、寝てる時が辛いですか。はい、安眠できないというか、あ、なんか寝苦しいみたいな感じ、背中が痛くてみたいな感じですかね。わかりました。足のかかとがすごいな、あ、おばあちゃんみたいにかさかさになってるんで、かかとが、はい、じゃあちょっとリフレが希望される方が、はい、コメントありましたので、もしアバター使ってリフレすると、はい、かかとの角質対策にもなりますので、はい、そちらでやらせていただいたりとか、はい、お腹も入れたいですよね。あ、そうですね、お腹も定番になってきて、はいはい、そうですね、はい、じゃあお腹と、まあ、はい、足のリフレ、はいはい、やらせていただきますね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、結構足張ってますね。あ、最近触ってないから、あ、自分でちょっとマッサージしたりみたいなことがないですか。そうですね。なんか前回も確か結構ふくらはぎが出ましたよね。なんかその時は割と歩いたみたいな。なんか足の長さが結構も違ってますね。右が短いんですよね。うん、こう合わせた時に ここに来るじゃないですか、かかとが。ここがちょっとずれてますよね。腰のこの高さがやばわかりますよね。この腸骨で合わせた時にここがこのまっすぐ横に行くとここになるんですけど、下ここですからね、指幅2本分ぐらい、2センチぐらいちょっと違ってますね。あ、どうで痛いわけだ。痛いわけですね。そうですね、ちょっと肩甲骨の肩の高さで見ても右のが高くて、左の方でまっすぐ横に持ってくるとここなんですけど、実際ここで、うん、ここだと指幅1本分ぐらい、1センチくらいって感じですね。なんかだから右半身が上がってる感じですね、上半身。こっちもこうも上がってるのでそうですね。それで、まあ、今ちょっとふくらはぎも張ってるのでちょっと押すと痛いですかね、これ。ちょっと痛いですね。だいぶこう硬い、こことかすごい筋張ってるの痛いですね。左より右の方が痛いですね。筋張りありますね。そうですね。痛い。足裏も結構凝ってますね。肩チェックしますね。でもやっぱ高さが違うというか、肩のね、あの、なんだろう、だから少し左肩の方が前に出ている感じですね。うん、左が圧倒的に痛いです。ああ、痛い。そうですね。これ痛いですね。痛い。はい、肩痛そうですね。ああ、首もすごく痛そうですね。これが痛いかな。痛いですね、ここ。あ、痛い。でも左もこれ痛いですね。ここも痛くないですか。あ、ちょっと痛い。鈍い痛みみたいな感じですかね。うん、右のがここははっきり痛いですかね。はい。はい、痛い。これすごいですね。痛い痛い。ゴリゴリになってますね。はい。
てか1週間でこうなるってすごいですね私何があったんですか本当ですよ意味わかんない先週来たから、まあ、今日は調子いい方かなとか思ってたらそうですよね確かにあんまり上げてないですもんねさっきお久しぶりですって言ったけどそんな久しぶりでもないですよねそう動画では久しぶりそう、そうですね動画上久しぶりですねそうそうそうだそうなんですよね右の方が首が凝ってるので右からちょっと揺らしていきますね、やっぱり一つには、冷やしちゃってるのが良くないと思いますね、これだけ寒いとそうなんですよ寒いので、やっぱりなるべくしっかり出るときは暖かい格好をして動いていただかないと結構こう足元とか冷気がこう下半身冷やしますので、やっぱ冷えると免疫力も落ちてしまいますので、そのバイ菌だったりとかこうウイルスだったりとか体に抵抗力が落ちてしまうので、炎症が起こりやすくなりますね、起こりもそうですし多分こうやっぱ調子が悪い方に慣れちゃってるので多分こうあんまり変化が分かりにくいっていうところもあるんだと思うんですよ大丈夫って感じ結構その体の不調に鈍感な方と敏感な方といて敏感な方だと今日は寒いからこれぐらいしないととかちょっと凝ってきたからこことかできるんですけどやっぱりちょっとその辺が分かりにくい方ですと、まだ平気っていう風に判断してしまって、よっぽど辛くないとみたいな。そうそうそうなんです、そうなんです。だから本当にひどくなるまで、あんまり自覚症状がないっていう風になってしまうので、結構体冷やしてしまったり、長時間同じ姿勢をとってしまったり。ああ、それは確かに。そうなんですよ。そうするとどうしてもやっぱり本当に体って日々の積み重ねなので、自分ではそんなに悪いことしてないっていう感じでも、やっぱこうちょっとしたその冷やしてしまったとか凝ったままにしてしまったっていうのが1週間積み重なると、やっぱりで元のベースがあんまり良くない状態なので結構悪くなるのも早いんですよね、疲れがやっぱその分溜まってますので、結構意識的にタープをキープしようっていう風にしないとやっぱり悪い方に戻りやすくっていう風になってしまっていまして、結構なんかそれがなんていうんですかね
体の癖っていうのがありますので、うん、癖がついちゃってる方はかなり、意識しないと、うん、またその癖が出てくるという感じですね、うん